ないよ。まっぴらごめん、なまじ振り向く心が痛む。生まれ中身は何だ。金か、それとも役かい。これはあんたが考えているようなものじゃない。じゃあ何だよ。これはただの機械の部品のようなものだ。ふざけんな。うわ、優しくしてりゃつけ上がりやって、この野郎。ふざけんじゃねえ。優しくしてりゃつけ上がりやがって、こんな山の中を機械の部品を持ってうろうろしてるやつがいるかよ。なんだ。ふざけやがって、ついてねえで。おお、ガスの元栓と戸締まりやっとけよ。うん。それじゃあ行くぞ。うん。へえ。生ゴミも出しといてくれ。水木、帰りにさ、新しくできたビデオレンタル屋に寄ってこうぜ。何言ってんのよ、今日は生徒会の総務会でしょ。ああ。会計の人はサボっちゃダメよ。あら、あらあらあら、危ないよ。こら、そんなにくっついてちゃ通行の邪魔でしょ。あいつ、わざわざ取ってことないじゃないかよな。遅くなっちゃったわね。
これだから生徒総会は嫌なんだ。腹は減ったし天気は憂鬱だし。はあ、ほんと嫌な空。探したぜ、モルモット野郎。モルモット野郎だと？ふざけるな。俺の体をこんなにしやがって。待て。下がってろ。中に小型の爆弾を仕掛けていたようです。それで問題のユニットですが、ようやく1個付近の岩肌に叩きつけられていたものを回収しました。若干の損傷が認められます。ユニットは3個あるはずだ。下の目を開けても探し出せ。なんだろうこれ。小型の UFO か何かかもしれないぞ。ねえ行きましょう。すげえや、こいつは大発見かもしれない。
知らんが、我々クロノスの邪魔をしようというなら消えろ。俺はアニメ漫画の水着で。どうしたの翔くん、水木ちゃんに振られちゃったの？水木ちゃん今日学校サボって誰かとデートかもない。そんなんじゃねえよ。気がついたのか。タカヤ、タカヤ、どうしたの？ネタ受けようと思って。マルサ、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 
その小僧深町翔が昨夜の現場にいたことは確認されています。おそらくそやつがユニットの在りかを知っているはずです。バルキリア監察官、まああれだけ脅かしておけば簡単に吐くでしょう。いずれにしろ我々の生体兵器ゾアノイドを見られているはずです。ユニットの所在が判明したら始末しなさい。しかしあのグレゴールをひねり殺すほどのモンスターとは。そのモンスターこそユニットガイバーです。我々クロノス以外に生体兵器ゾアノイドのノウハウを持つ者はいないのです。そのゾアノイドを駆逐するほどの何かといえばガイバー以外にはありません。しかし我々の科学力をもってしても作動することのなかったユニットが。初めて外気に触れたことか、あるいはある種の細菌と融合したことか、または爆発によるショックのためか。それにしても昨日の奴ら腰抜けどもが。まあ無理もないでしょう。彼らはユニットの何たるかも知らされず回収に向かったのですから。何かとてつもない生体兵器らしいという以外はね。ご存知ですか支部長、ガイバーとは降臨者の言葉で規格外品といった意味だそうですよ。規格外品。そんなに緊張しなくてもいいんだよ深町君。はい。ここは警察署の中だ。まあ安心してゆったりとしなさい。わしに気を使うことはない。あの署長さん、高谷山田さんたち、あ、いや旧友の。大丈夫だ、安心したまえ。君に報告を受けているいくつかの殺人事件についてはすでに手配済みだ。すべて警察に任せなさい。そうですか、はあ、そうだ、君は安心して私にすべてのことを話しなさい。隠し事はいけない。隠し事？そうだ、君の持っている秘密はとても君の手に負えるものではない。君らのレベルではどうしようもない代物なのだ。例えて言えばゴキブリの子供に最新鋭のジェット戦闘機を与えたようなものなんだよ。ゴキブリですか？そうだ、わかるだろう。君にとってのガイバーユニットのことだ。あれはどこにある？隠さないで話したまえ。ガイバーユニット？そうだ、これのことだ。これはどうだね、知っているだろう。いいかね、君の隠していることは一つの国家さえも転覆可能な代物なのだ。一つの国家？そうだ、君は正直に知っていることをすべて私に話せばいいのだよ。あれをどこへやった？どこへ？知らないはずはあるまい、正直に言えばいい。すみません、僕には何がどうなったんだか。深町君、君は今の若者の典型だな。テレビの影響か、みんな演技がうまい。嘘つきで怠け者で、そしてわがままだ。ちょっと優しくすればつけ上がる。お前らゴキブリどもは誰のおかげで平和に暮らしてると思っているのか。さあ吐け、すべて喋るんだ。瀬川瑞希君は確か君のガールフレンドだったな。瑞希？そうだ、瀬川瑞希君だ。これを見ろ。そうだ、君の大好きな瀬川瑞希君だ。奴の手足を一本ずつもぎ取って貴様に叩きつけてやろうか。やめろ、やめてくれ、やめさせるんだ小僧。
血の引き方に気をつけろ。さあ言うんだ。ユニットをどこへやった？どうしても言わないなら。小僧、最後のチャンスだ。ガイバーをどこへやった？ガイバーだ、ガイバーだ。ガイバー、ガイバレーザー。さあもう分かったろ。このレーザーに当たったらこそ貴様の命も終わりなのだ。分かったらおとなしく。ユニットは壊れて、部長、不明の3つのユニットのうち1つが回収されました。やれやれ、とりあえず1つか。ご覧になりますか？もちろん。私はそのために本部から派遣されたのです。破損しているようだな。ええ、とは言っても金属製の外殻にひびが入ったぐらいで、内部の有機体には異常は認められないようだな。ああ、なんだ。ケースをかぶせろ。早くしろ。
気量観察官。バルキリア監察官。脳波および神経系統には何の異常も認められず、呼吸臓器にも変化はありません。そして骨にも異常はありません。そうですか。ところで監察官、失礼ですが背中のあざのようなものは前から？いや、そんなものはどのあたりですか？この首の下あたり、左右対称に小さくいくつかあります。痛みますか？私たちはユニットガイバーに関して大きな誤解をしていたようだ。は？俺の周りの人たちはみんな死んでいった。先日の県警での事故ですが、過激派の犯行として処理しました。先方からも犯行声明文を出す手はずになっております。あの小僧と瀬川瑞希の件はどうなっている？あ、若い二人の駆け落ち事件というよくある話で、いいですな、若い青少年は。まあ本来は一般人を巻き込むことは我々の本意ではないからな。今回の件、本部でも黙っていないでしょう。我々もただでは。バルキリア監察官はどこだ？トレーニングルームです。チッ、またか。何ですか？だから私がガイバー1を捕らえると言っているのです。待ってください。図らずもあなたのおかげでユニットの概要は判明した。後の研究を待てばきっと攻略法も。そんな悠長なことは言っていられないはずです。今回の件が長引けば長引くほど危ないのは牧島支部長、あなたの首であることをお忘れですか？しかしあなたは、あなた自身に触送されたガイバーをサンプルとして本部に持ち帰る責任もあるんじゃないのか？では伺いましょう。一体あれをいつまで野放しにしておくおつもりですか？我々クロノスの最高機密たるガイバーを。今奴を捕らえることができる者がいるとすれば、それは奴と同じ力を手に入れたこの私だけです。
やっと見つけたよ、深町翔君。君に我々の基地まで来てほしいんだがね。僕はもう逃げたりなんかしない。水木を返してもらうさ。ほほう、それはちょうどよかった。何しろいろんなところで君に暴れられたんでは、警察にいる同胞たちでも処理しきれんからね。瀬川水木君は造船所跡にいる。助け出すがいい。もちろんたくさんのゾアノイドたちが君を歓迎してくれるだろうがね。分かってるさ。だけど僕は行く。水木を助け出すために、そして死んでいったみんなのためにも。小僧、僕は戦う。僕はあなたたちを許さない。やめろ小僧、近づくな。許さない。ガイバーです。ガイバーがやってきました。よし、作戦通りにガイバーを迎え撃て。やはり日本支部ご自慢のゾアノイドたちでは歯が立たないようですね。しかもあなた方は彼深町翔を追い詰めることによりガイバーユニットのノウハウ、機能訓練の学習をさせてしまったようだな。まあ、しかしよくガイバーをおびき出しました。そのことはそれなりに評価しておきましょう。そうでもしないとあなたの立場がないですからね。しかしガイバー1もこれまでだ。遺跡に埋もれたまま数千年を待ったガイバーはついに私という理想のパートナーを得た。ガイバお前はガイバ。その通り。私の名はバルキュリア。君と同じガイバーだ。女の？そうだ。しかし君は私に勝つことはできない。君のガイバーに対する知識はまだ幼すぎる。ガイバーは捕食した知性体と有機的に結合し、その生体機能を強化増幅する未知の超生命体。これに増殖暴走を抑えるコントロールメタルが組み込まれ、食槽、分離が自在な強食走行システムを形成する。これがユニットガイバー。どうだ、君には理解できまい。君はおとなしく私の言うことを聞き、クロノス本部へ来るのが一番幸せだ。いやだ、俺は戦う。水木を助けるために、お前たちのために、友達や水木が。戦うというのならそれもよかろう。どちらにしろお前は私には勝てない。君の恋人はこの地下に監禁されている。助けるがよい。ただし
私を倒してからの話だ。俺にはもう戦うしか生きる道はないんだ。のユニットが手に入るなら日本基地などどうでもよいわ。第7ブロック爆発、火災発生。第6ブロックでも火災。現在ガイバーは第2ブロックで戦闘中。ガイバーは第3ブロックへ移動。坊や、もう動けないの？最初に言ったはずだ、君は私には勝てない。ユニットはこの地球上に3つしかない。しかもそのうち1つは未だ行方不明だ。私としては生きている君を本部へ連れて帰りたい。貴重なサンプルとしてね。貴様らの思い通りにはならない。まだわからないか。これ以上抵抗するなら死体にしてでも。やつのメタルにひびが。うん。
コントロールメタルを失ったガイバーは。失った触走者はガイバーに食われてしまうのか。早く何とかしろ。第6、第7各駅を閉じろ。早くしろ。小僧、このままでは済まさんぞ。この父はもうおしまいだ。生きて帰ってもどうせ私は責任を取って殺される。貴様もこの娘も私の道連れだ。どうだ小僧、手出しはできまい。支部長まで上り詰めたこの私が、地位も名誉も何もかも貴様のおかげで、終わりだよ、終わりなんだ。あなたは。私は3番目のガイバー、ガイバー3だ。ガイバーは、この基地はもうすぐ大爆発を起こす。いいかガイバーは、腹部の金属球は重力制御装置だ。そこに意識を集中すれば空を飛べる。空。さあ行くんだ。急げよ。ガイバー瑞希。
しょう。末吉湾造船所跡で起きた爆発事故は、タンカー内に残留していた原油およびガスが何らかの原因で自然発火し引火爆発に至ったものと警察発表された。瀬川瑞希は無事保護され、今は平和な学園生活に戻った。深町翔の行方はその後も不明である。